取れる、行動を志村さんにも、湯南市民に、全国の皆さんからも本当に応援の声が届いています。安倍政権が戦争法を強行し、米軍基地いらない、米軍基地いらない、沖縄は返せ、沖縄は返せ、水を埋めろ、こんな埋め立て今すぐやめろ、志村海の破壊は絶対許さん、志村海の破壊は絶対許さん。沖縄を見殺しにすることは日本中が見殺しにされることだ、日本の政治が、民主政治が、人民の政治が締め殺されることだということを、やはり家に呈して公然と声を上げてほしい。江戸湖の埋め立てありえない、弾圧埋めろ、